1975年、あるプエルトリコの農民は、家畜のヤギのほとんどが地面に死んで横たわっているのを発見します。彼が近くに寄って見てみると、動物たちは硬直しており、首には2つの穴がありました。被害を受けたのはヤギだけではありません。多くの豚、牛、ガチョウも命を落としていました。すべての動物には首に特徴的な噛み跡が確認され、血が抜けていました。地元の人々はすぐさまこれは犬の仕業だと結論付けます。当局も深くは調査せずに、証拠を探すことなく犬の犯行だということにしました。しかし数日後、多数の動物が死んでいるのが再び発見されます。中には文字通り体が裂かれて頭部が傷だらけの牛もいたほどです。隣の農夫は何者かのせいで鶏が全滅したと報告。わずか数週間で謎の生物は90頭もの家畜の命を奪いました。しばらくすると別の農夫のヤギ10頭も血を吸われ、7頭は負傷し、11頭が行方不明になったと言っています。この時点で当局は急いで捜査を開始、怪物狩りに乗り出しましたが、犯人を特定することはできません。この事件は地元の新聞で大々的に報道され、その怪物はモカの吸血鬼と名付けられています。この出来事は農業委員会の注目を集め、科学者ファン・リベロにこの謎を解決する任務が与えられました。彼がまず疑いの目を向けたのはプエルトリコボアという種類のヘビ。このヘビは毒を持ちませんが、体長は2メートル以上に成長することもあります。しかし餌にするのは小型の獲物のみで、人間や他の動物を非常に恐れ、大型動物は絶対に避けるはず。このヘビが牛を襲撃するのは木登りをする魚を見るほどありえません。現場近くでは大きな洞窟が発見されました。大抵謎の生物は暗く寒い洞窟に住み着きますよね。洞窟の中で彼らが発見したのは奇妙な見た目のコウモリ。コウモリといえばよく映画などで吸血鬼に変身するというイメージがあるため、コウモリが犯人かと思われました。しかしそのコウモリは完全に白でした。コウモリが好んで食べるのは牛でもヤギでもなくイチジクです。動物には興味を示さず、平和に果物を食べるコウモリだと判明し、調査は再び行き詰まりました。1975年7月、恐怖は突如として終わりを迎えました。まるで生物が不気味にも消えたかのように思われたのもつかの間、平穏は長くは続きませんでした。事件から20年後、前回の場所から100キロメートルほど離れた場所で再び多くの動物が発見されることとなります。地元の獣医が死体を調査したところ、彼は衝撃的な発見をしました。全ての動物にこれまで見たこともないような正確な2つの穴が開いていたのです。動物たちは貧血状態で、ついさっき亡くなったように見えました。この生物の好物はどうやらヤギだったようで、ヤギ血をすするものという意味のチュパカブラとして有名になります。犬、ニワトリ、ウサギを含むヤギ以外の動物が狙われることもありました。あっという間にチュパカブラは1000頭の動物を農場から奪ったのです。さてこの動物に名前が付けられたものの、チュパカブラがどのような見た目をしているのかは全く明らかにはなっていませんでした。恐ろしいですよね。カノバナスではマダリンと母親がチュパカブラであろうと思われる奇妙な生き物を見たと証言しています。二人は人間のように二足歩行するカンガルーに似た動物を見たと言っています。その怪物には背中にトゲがあり、耳がなく大きな暗い目を持ち、鼻のような2つの穴が開いていたのだとか。また3本の指がある、2本の腕も持っていました。チュパカブラはマダリンの家を気に入ったようです。というのも彼女の夫と同僚もガレージでその怪物を見たからです。彼らはそれを捕獲しようとしましたが、うまくいきませんでした。後にマダリンはそれを詳細にスケッチしています。多くの人々がそのスケッチを見て同じような生物を見たと報告しました。強い足と翼を持ち、硫黄のような匂いを放つとも言われています。しかしこれらの証言は多少疑ってかかった方が良いかもしれません。もし本当ならニュースで多く取り上げられていたはず。でもこれらの描写は後で重要になるので、心に留めておいてくださいね。1976年にあるトークショーでチュパカブラについて話されたところ、瞬く間にそれは話題となりました。すぐにフロリダやメキシコでも同様の生物を見たと報告する人々が現れます。多くの人々がその話はまるでユニコーンのように完全な作り話だと考えていました。メキシコではチュパカブラの存在に懐疑的なパトリシアとマリオの2人が、その怪物が見られたとされる農場周辺に罠を巡らせました。複数の動物が彼らの罠で捕らえられたのですが、チュパカブラの姿はありませんでした。彼らが捕まえたのは野生の犬だけ。警察はチュパカブラは野生の犬で伝説の生物ではないと結論付けています。それでもそれから5年間のうちに世界中でチュパカブラの目撃情報が多数寄せられました。
2000年8月30日、ニカラグアの農民が彼の羊25頭と隣人の羊35頭が負傷しているのを発見します。彼はこの問題を自ら解決することを決意。ある夜、彼が真夜中に謎の生き物が現れるのを辛抱強く待っていたところ、突然、彼の目の端に何か見えていたので、それを殴りました。その生物は死亡。ついにチュパカブラがただの伝説の生き物ではないことが証明されたのです。これは大事件でした。その後、獣医がチュパカブラを検査します。獣医によると、その生物が何であるかは全く理解できず、彼も驚いている、とのことでした。マダリンの描写を覚えていますか？こちらの獣医もこの生き物を描写していますが、彼の話にはより信憑性があります。このチュパカブラは、大きな歯、巨大な爪、緑色の目、コウモリのような皮膚、背中から突き出たトサカを持っていたと言われています。獣医はその動物が何かの根種であると結論付けました。狼とワニの間で交配されたものだという仮説もありましたが、それはありえないでしょう。そのような交配が不可能であることは分かっていますよね。ニカラグアの大学で解剖を行った結果、彼らの予想とは全く異なっていました。その動物は回線にかかった野生の犬だったのです。回線とは犬の毛が抜けるかゆみの出る皮膚病。また非常に感染力が強く、犬が回線にかかると皮膚は鱗状になりシワシワになります。その体を戻した時、農家はそれがチュパカブラではないことに気づきます。7年後、テキサスで別の体が発見されました。フィリス・カニンが彼女の農場に戻ったところ、鶏が数匹死んでいることを発見しており、すべて貧血のようでした。後に彼女は毛のないコヨーテのような生物を見ています。彼女の家畜がさらに被害を受けたため、彼女は農場にカメラを設置することにしました。しかし残念ながら何も記録することができませんでした。驚いたことに、地元の農家から電話があり、車に轢かれたチュパカブラを見つけたと彼女に伝えています。その後、彼女の農場にもっと近い場所で別の体が見つかりました。彼女はその動物の写真を数枚撮り、すぐにその画像がネット上に広まりました。フィリスは好奇心から5つの DNA サンプルを5つの異なる大学に送っています。その結果ですが、保存されているどの動物の DNA とも一致しませんでした。それが何であるかは全くわからなかったのですが、犬ではありませんでした。フィリスはまだ彼女の冷蔵庫に体を1体保管しており、彼女の家には剥製の標本もあります。チュパカブラについては多くの理論が存在します。この動物が実験室から逃げ出した遺伝子が改変された猿であると考える人もいます。一方、これは神秘的な生物で異世界の動物だという説もあります。もっともらしい仮説は、チュパカブラはメキシコ狼と回線鳥にかかったコヨーテの混合種であるという説です。さて、フィリスが5つの大学にサンプルを送っていたが、一致するものは見つからなかったと言いましたね。実はそれは真実ではなかったようです。ある大学ではその動物がコヨーテとメキシコ狼の混血で、回線という病気に羅漢していることが分かりました。回線に羅漢した動物は弱くなり、生き延びるために家畜を狩り始めるでしょう。人間は自分が知らないものを見た時に話を大げさに盛る傾向があります。だから目撃者の描写がそれぞれ異なっていたんですね。